皆さんこんにちは、ユニゾンスクエアガーデンです。はい、ユニゾンスクエアガーデンがトライセラトップスのトリビュートアルバムに呼んでいただきましてめちゃくちゃ嬉しいです、うん、ありがとうございます。はい、赤いゴーカートというですね、僕と彼、田淵が大学1年生の時に軽音サークルに所属してたんですけれども、そこでなんだこの曲かっけーと言ってコピーした曲をまた17年すげえ、たった今、再びカバーさせていただけるということでめちゃくちゃ楽しかったです。18、35の年でやってるから次は52歳ね。52歳の時にまたもう一曲、今聴いてる曲をリピートできるってこと、はい、そういうことになるかな。なまた次は69歳17刻みでお互い元気に、そうだね、本当に元気に音楽続けられたらいいですね、本当に。ちょっと小話なんですけど、赤いゴーカートのミュージックビデオで C メロの時に林さんがジャンプをするんですよね、4回なんて。そこにこっそり、ギターでピョン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 って音を1回入れて、カバーのバージョンでね、カバーのバージョンで僕らがやったんですよ、うん、で、その後、吉田さんがその後の A メロで赤べこをバーンって叩いてこう一緒にこうやるんですよ、クマみたいな。その時にもギターはポロリンってこっそりそのタイミングで入れたんですけど、ボツになりまして、いや、楽曲の邪魔をしてるって、めちゃめちゃ MV 見たもん、しっかりやろうって言って。30分以上は時間かけたよね。そうだよね。いや、ちょっとこれは遊び心を超えたものになっちゃってるから、本当に曲としてユニゾンスクエアガーデンできる最大限をやろうということで、一生懸命作りました。ぜひ、申し訳ないね、吉田さんの渾身のギャグ、赤いゴーカートの赤と赤べこをかけたっていう、赤べこ、そう、渾身のギャグ、一世一代のギャグだったと思うんで、そこに乗っかれたら、申し訳ない、吉田さん、すいませんでした。すいませんでした。本当に心込めてやりましたので、皆様にも楽しんでいただけたらと思います。はい、ユニゾンスクエアガーデンでした。